ウクライナのスーパー特殊部隊ホワイトウルブスが反転攻勢でロシア軍戦車など重量を撃破した情報を入手したよ。まさか、この特殊部隊が夜間にドローン攻撃できるほどの能力を持っていたとは驚きだな。そうだね。さて今回はウクライナ特殊部隊によるドローン攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアの特別軍事作戦によってウクライナは国土の 27% を占領された時期もあったけど、その後アメリカを中心とする NATO 諸国などの軍事支援を受けてロシア軍の侵攻を阻止し、2023年6月時点での非占領地域を 18% にまで減らしたんだ。ついに、ウクライナ軍が2023年6月から非占領地を奪還するための反攻作戦を開始し、東部ドンバス地方のドネツク州及び中南部のザポリージャ州などの計5カ所でロシア軍の防衛ラインを一斉に突破しようと猛攻撃を仕掛けているようだね。6月10日にウクライナ軍参謀本部は、ウクライナ保安庁通称 SBU の指揮下にある、特殊部隊ホワイトウルブスが敵陣地に向かって攻撃を仕掛けて、ウクライナ東部ではロシア軍部隊にドローン攻撃を敢行し、1週間で敵戦車7両及び15箇所の防空壕などの防衛施設を破壊したことを明らかにした上で、その際にドローンで撮影した動画を公開したよ。その映像を見ると、停止しているロシア軍戦車の上空にドローンを飛ばして、爆弾を投下する様子が映し出されており、戦車の弱点とされる上部への攻撃を実施したことが確認できるな。SBU は旧ソ連時代のソ連国家保安委員会通称 KGB が1991年のソ連崩壊とともに解散した際、その機能を継承する形で創設された対テロ特殊部隊通称アルファ部隊などを指揮下に置いており、その人員は約3万人と言われており、ホワイトウルブスはそれらの一部らしいぜ。ただし、この部隊は非公開情報が多く、その実態は不明であるものの、これまでにこの特殊部隊による攻撃らしき戦闘シーンが多数公開されており、アルファ部隊はあらゆる困難な任務をも遂行する能力を持つ貴重な戦力と見られているってわけだ。2023年1月頃に NATO 加盟国から戦車及び歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などの装甲戦闘車両の供与を受けたウクライナ軍が非占領地の奪還に向けた反転攻勢に出ることについて、ウクライナ側からはその時期や場所に関する特段の情報は出ておらず、漠然と雪解けによるぬかるみが解消する4月以降に動き出すのではないかと言われているだけだったよね。ウクライナ軍に供与されたレオパルト2およびチャレンジャー2など、西側の最新型戦車や新型歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車として、アメリカからストライカー装輪装甲戦闘車と M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車に M113 兵員装甲輸送車、ドイツからも歩兵戦闘車マルダー、フランスからは軽戦車とも呼ばれている AMX10RC 歩兵戦闘車などが供与されたほか、ポーランドから供与された T72 の改修型である PT91 とファルディなどによって新たに機械化旅団が12個編成され、5月には4万から4万、8000人の兵員が運用訓練などを終えたことと、それら旅団が最前線に投入され始めたことが確認され、反転攻勢に出る可能性が高まってきたと報じていたよ。これら12個旅団のうちの6個旅団は戦力化訓練を3月31日までに終了し、残りの3個旅団は4月30日までに全ての準備を終わらせたらしく、9個旅団全体で必要とされる装備としては、戦車253両装甲戦闘車381両自走式榴弾砲と牽引式榴弾砲合わせて147門に加えて、マックスプロや輸送トラックなどの車両480両とアメリカ製の高機動多用途装輪車両ハンビーが571両となっているね。実はロシア国防省が6月の早い時点でウクライナ軍がドネツク州の南部で反転攻勢に出たと発表しており、当初は攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に大損害を与え、その全てを撃退したことを言明しているぜ。また、6月4日にロシア国防省のコナシェンコフ報道官がウクライナ軍による反転攻勢が始まったと発表した内容によると、その地点はドネツク州南西部やザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺など5カ所とされ、
ロシア軍の防御陣地に攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に対して、ロシア空軍の戦闘機などによる空爆や地上からの砲撃によって撃退に成功したようだな。この5カ所に投入されたウクライナ軍地上部隊は2個機械化旅団と言われており、そのうちの1カ所を固守するロシア軍部隊が、前線突破を試みる6個機械化歩兵大隊と2個戦車大隊に対して反撃を行い、250人以上の兵士を駆逐したほか、戦車16両、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊したことを発表したよ。5月30日に開かれたロシア国防省内の会議においてショイグ国防相が、ロシア軍は5月の1ヶ月間だけでウクライナ軍が持っている戦車を400両以上破壊して460機以上のドローンを撃墜した上に、1万6000人以上のウクライナ軍の兵士を殺害したと述べていたことをロシア通信が報じているんだ。加えて、6月6日にショイグ国防相は6月4日から6日までの3日間において、ウクライナ軍が公言していた反転攻勢が実施されているが、逆にその地域を守っているロシア軍の反撃でウクライナ軍兵士3715人を駆逐し、戦車52両と装甲車両207両を破壊した上に戦闘機5機を撃墜し、ウクライナ軍は自分たちの目的を達成することができないまま、大損害をかぶって後退したと述べていたね。ショイグ国防相は奴らの反転攻勢がロシア軍の反撃によって失敗に向かっていると主張した上で、ロシア軍側の損害は戦死者71名、負傷者210名に戦車15両の損失であったと述べていることから、ウクライナ軍から反転攻勢を受けているものの、戦況はロシア側へ軍配が傾いていると感じたみたい。さらにショイグ国防相は8日にも8日未明にウクライナ軍がザポリージャ州の西部にあるオリヒウの南方にある、ロシア軍陣地に攻撃を仕掛けて激しい戦闘が発生したが、ロシア軍が全てを撃退したとコメントを出していたね。このオリヒウという地は南部でロシア軍の一大補給拠点である同州のメリトポリの北方約 80km に位置し、ウクライナ軍の支配下にあり同軍の出撃拠点である州都ザポリージャ市から交通の要衝トクマクを経て、メリトポリへ通じる幹線道路上にある場所だな。ショイグ国防省のコメントが事実であれば、ウクライナ軍の大規模反攻目標はメリトポリ奪還である可能性が高く、ロシア本国やウクライナ国内に潜む親ロシア派武装勢力が影響力を持つドネツク州と、ヘルソン州につながるクリミア半島との連絡回廊を遮断する作戦であると見て間違いないと思うぜ。6月8日には某ウクライナ軍高官からの情報として、アメリカのワシントンポスト紙及び NBC テレビでウクライナ軍が国内を占領しているロシア軍に対する大規模反攻作戦が開始されたと語っていることからも、すでに作戦は開始されていると踏んでいたよ。その翌日にプーチン大統領もウクライナ軍の反転攻勢が始まったが、ロシア軍はそれらを全て撃退すると述べており、ウクライナ軍の攻勢を跳ね返すことに満ち溢れた自信を感じたよね。10日にはゼレンスキー大統領が反転攻勢が完全に始まったと発言したことで、ウクライナ軍がすでに反転攻勢作戦を実施していることが確実となったな。その後、ドネツク州南部などでロシア軍に占領されていた集落をウクライナ軍が多数奪還し、最前線の防衛ラインを一部で突破したなど、ウクライナ軍が有利に作戦を進めているという西側目線の誇張された情報が拡散され、この反転攻勢が裏目に出て大損害をかぶって侵略戦争終結へとつながるかどうか、この先ロシアとウクライナ双方から発信される情報に注目していきたいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。